エレクトリックピアノエレクトリックピアノ電気ピアノとはピアノと同様な鍵盤と機械的な各種の発音機構を持ち発音体の振動を集音機構ピックアップで電気信号に変換しアンプとスピーカーから音を再生する鍵盤楽器である普通のピアノと違いアンプの駆動に電気を必要とする略称はエレピ発音は多種多様である 鍵を押すと機械式ハンマーが金属弦、金属リード、またはワイヤーバを叩き、それらを振動させる。この振動が磁気ピックアップによって電気信号へと変換され、電気信号は自演奏者と聴衆が聞き取るために十分大きな音量を作るためにに楽器アンプおよびラウドスピーカーへとつなげられる。シンセサイザーとは異なり、エレクトリックピアノは 電子楽器、エレクトロニック楽器ではない。それより、むしろ電気機械である。一部の初期エレクトリックピアノは、昔ながらのピアノと同様に、音を生み出すための様々な、長さのワイヤーを使用した。より小型のエレクトリックピアノは、音を生み出すために、短い鋼鉄の白片を使いした。最初期のエレクトリックピアノは、1920年代に、発明された。1929年製造の、 ネオ、ベヒシュタインエレクトリックグランドピアノは、最古のエレクトリックピアノの一つである。おそらく最古の弦を持たないモデルはのクラビアであった。その他の特筆すべき、エレクトリックピアノ製造業者には、ボールドウィンピアノカンパニーと、ウーリッツァー社がある。1929年、ドイツのピアノメーカーのベヒシュタインは、世界恐慌で苦境に陥り、総合電気、 メーカーシーメンスとノーベル賞科学者、バルター・ネルンストの助けを借りて、ポピュラー音楽向けの電気グランドピアノ、ネオ・ベヒシュタインを開発した。この楽器は、別名、ジーメンス、ベヒシュタインとも呼ばれ、響き板のアコースティックな音響増幅効果を、電気増幅に置き換えた、最初の試みだった。なお、熱科学で知られるネルンストが、畑違いの楽器開発に関わった権威は不明だが、 ネルンスとの共同研究者として、電子楽器研究で有名だったハインリッヒ・ヘルツ研究所発信機研究グループから、オスカー・ビリングの名が挙がっている。ビリングは、他のピアノメーカー、アウグスト・フェルスターのための楽器会も行っており、その成果は1937年ビリング、フォスターピアノとして発売された。第二次世界大戦後に、アメリカのハロルド・ローズが、戦勝軍人が、 音楽演奏で成形を立てることができるように廃棄された軍装品を利用して制作したのをはじめとする。これがローズピアノ、ローズピアノの原型となった。当初は需要を開拓できたとは言い難いが、やがてロックンロールなどの大音量で演奏される。音楽が発展し、ピアノではドラムキットや管楽器、エレクトリックギターに音量では立ち打ちできなくなり、ハモンドオルガンや エレクトリックピアノの需要が生まれてくる。ピアノとは似て、非なる、新しい音色を面白がって使うミュージシャンも出現し、エレクトリックピアノは、ハロル・ドローズの権利を買い取ったフェンダーや、オルガンメーカーのウーリッツァーをはじめとする、様々なメーカーにより開発され、発展していくことになった。日本では、家屋が狭い、床構造の強度が足りない、 団ンチ住まいで階段を運び上げられないなど、庶民の家庭では、子女の教育にピアノを購入しようと思っても、住宅環境の制約から不可能なために、オルガンで代用されたりしたが、打鍵の感覚などがピアノとは全く異なる。家庭用の軽量な構造を持ったピアノということで、日本コロンビアは、商標、エレピアンを開発した。日本のヤマハは、 グランドピアノと同等の長弦構造を持つ通称エレクトリックグランドピアノ CP-70、CP-80 CP を開発した。すでにソウルファンクミュージックなどで使用されていたクラビネットにも似たアタックの独特の歪みが特徴でアコースティックグランドピアノよりも輝きのある音でフュージョンやポピュラー全般に使用された。1980年代に入ると PCM 音源や FM 音源の開発、実用化により、シンセサイザーの表現力が一挙に発展する。ヤマハが開発した FM 音源方式シンセサイザー DX7 に内蔵されたエレクトリックピアノ音は、バラードなどによく使用され、独特のクリアな音色が重宝されている。大きく重い機械式、エレクトリックピアノは、この波に飲み込まれて1980年代をもって、 新製品はほとんど開発されなくなって知った。ローズピアノもブランドをローランドへ売却。同社はデジタルピアノにローズのブランド名を付けた。サンプリングテクノロジーや物理モデル音源の発展によりデジタルのエレクトリックピアノ音色は非常にリアルになったが、それでも機械式エレクトリックピアノを求める動きは大きい。2006年になりローズのブランド名で 久々の機械式、エレクトリックピアノ、ローズ MK7 が発表になった。エレクトリックピアノは、機械的な打弦メカニズムを持つ。そのため、音声信号そのものを電子回路によって生成する、エレクトロニックピアノや、デジタルピアノ、シンセサイザー等とは全く別の楽器である。デジタルピアノやシンセサイザーでは、生成する音色の一つにエレクトリックピアノが選択できる場合があるが、 これは、エレクトリックピアノの音色を電子的に再現するもので、ある、これらの楽器の比較は、電子ピアノの項目を参照。また、オンド・マルトノの開発者、モーリス・マルトノが1931年に来日した、際、新聞に、電波・ピアノという紹介記事が書かれたが、これは、オンド・マルトノのことであり、本校に書かれているいずれの機構の、エレクトリックピアノとも異なる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。